タンデム自転車。ケンマミといえばやっぱタンデムしてるし、ハイコンもついてますし、ライトもついてます。で、3段階変速。せーの。大丈夫。よし。今ちなみに21キロ。結構出てるやん。ハイコンそんなないけど。ちょ、もう一個ギアマックスまで上げるよ。3、今2。うん。ではまずスピード検証しましょうか。よし、上げた。上がった。なんかガスコン来たよ。確かにこれ後ろやと視界ゼロ。何にも見えん。キャプテンの方はですね、うん、いきなりはハンドル曲げたりとかできない。すごい力いる。結構ブレる。重いし、車体が重いし、だから油断できない。もう片手運転なんかとんでもない。絶対それは無理やで。絶対やったらあかん。一瞬でこける。持ってかれる。何キロ出てんの？27。結構出てるよ。軽いね。軽くねえんだってこっちは。それあれだから、あ、やからか。待って、頑張れ。ちょっとこれ重てんだけど、これ、うん、ちょっと2に落とすよ。今28ぐらいは出た。あ、そうなんや。落とした。でも私全然頑張ってなかった。あ、焦げ焦げ。あの、ケーデンス50ぐらいじゃないかな。じゃあ次、俺こがんとくわ。いいよ。でも軽すぎてめっちゃ空回りしてる感があるよ。一瞬こがんとく。はい、こいで。あ、進む。重たい。OK。こがんくても進む、うん、しかもこれ独立してるから、うん、足を休められる。なんか同じ回さなくていい。そうかそうか、一緒のやつやとこいでなくても回るんか。ああ、足が逆に言い過ぎ。足止めてみ、うん、せーの。ほんとや。あ、楽しいよね。あれ、さっきからこの重さなんやけど。あ、そうな。え、じゃあ私全然戦力になってなかったってこと。楽が焼き方だね。あと、もうちょっと慣れてきたらサドルめっちゃ上げたい。なんか足が曲がりすぎて全然力が出ない。あ、分かる。適正なポジションじゃない。うん、これ絶対無駄な動きしてる。無駄なペダリングしてる気がする。無駄なペダリングしてるし、重い。急に重くなったけど、どうした？いやいや、漕いでるし俺。頑張って、キャプテン。まだ止まってないな、一回。ああ、こっから車通りが多いから、うんうん、ちょっと慎重に行きましょう。ビワイチコース、逆ビワイチコース。ちょっと怖いな、車道。いや、ここ怖い。青にならんかな。ちょっと待てや。うん、こいでない。待てや。ちなみにタンデムは絶対歩道を走るの禁止です。ですね。お、いい。ちょっと曲がるよ、初曲がり。このペースで行って。はい。このペース。はい、左に。左。ナイス青。おー、いい感じ。前乗ってると後ろ乗りたくねえな。え？後ろ怖い。後ろは、どうやろう。でも私ほら、後ろにいることが多いから、ロードバイク。あー、怖い。なんかそんなに違和感はないよ。ギアが後ろと前で独立してるから、うん、初心者に優しいけど、うん、後ろの人がサボってるかどうか全然わからん。あ、サボり癖はついてるかもね、これ。サボってるのか、うん、ちゃんとやってくれてるのか全然わかんねえ。なるほど。でも最初よりは頑張ってるんやけどな。うん、やっぱでデメリットは、うん、小回りが全然効かない。あー、そっか。で、こういう段差あるやん、うん、結構怖い。段差の時言ってな。うん、坂ですか。 2% ぐらいやと思うけど、坂。あ、めっちゃ負荷かかる。きつい。ブレる。怖くない？あ、坂、なんか坂っていうか、いや、琵琶湖のコースじゃなかったらね、平坦基調じゃなかったらきついよ、うん、こんなん山登れるわけない。山か。わぁ、早い。何キロ？40キロ。お、
40出た40。えっ、うわ私もこういうのだけど、いや間違っても、うん、バランス崩したりとか、うん、体絶対倒さんといてほしいんやって。分かった。こっちハンドルがすっげえ取られる。うん、そうやな。分かった。私も一輪車に乗ってる気持ちでこぐわ。あ、そうやろ。なんかだから後ろの方が自分的には嫌い、うん、ああ。なんか手力入れたらあかんやん、しかも、うんうん、そっちがもしも右にだけに力集中しちゃうと、うん、こっち右に倒れようっていう力が伝達するんやって。あ、うんうん、だからもう 無でいいな、無で後ろは足だけ回して、無でペダルだけ回せばいいやろ。そう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 。あーでも直線で気持ちいいね。直線やからなんとかなってる感じやな、これ。あーカーブとかあったら恐ろしい。改善してもいきなりタンデムなんか乗れるもんじゃない、これは。いや私らは割とよく乗れた方じゃない、これ。うん、ロードバイク経験とかちょっとないと。あとあの島並みでの経験やな。何島並みの経験あれ、うん、あとはセンスじゃない、これも。なんかどっちが向いてるかやっぱりはっきりしたんじゃない、これで。まあどっちに向いてるかっていうのと呼吸合わせんと、うん、呼吸は大事やな。もうギアが、ギアが同じやと余計感じるよね。赤です。止まるよ、はい、はい、ブレーキかけた、はい、足止まるよ、はい、これ漕ぎ出し大変、しまった。そうやな、漕ぎ出し重くしてもだ3や、今いくよ、せー、はい、いくよ、はい、せーの、いけ、あー、焦げ焦げ、そう、ここ、ここ、あー、危ね。あー、キャプテンは僕がやりましょう、もう、うん、危ないわ。なんか女子はちょっときついわ。きついし、違うって、やっぱり剣が、うん、が強すぎて後ろで操縦することが問題やったんじゃん、やっぱり、うん、私ほら合わせるの得意やん。まあで、タンデムどう乗れて。楽しいよ。そう、楽しいけど、なんかほらまだ慣れてないから車道は怖いなって感じ。公園とかで練習したい。どうですか、楽しい？怖い前は怖いで。ああそうか。あ、いや後ろも怖いけど。いや多分やけど、 あと疲れる。前の方が怖いと思う。すげえ疲れる、うん、このタンデムは結構もうママチャリに近いから。あ、そうね、きつい。で、この子供の時に乗ったちょっと変速できる自転車みたいな感覚やな。もうちょっとなんかミニベロタイプとか、うんうんうん、ロードバイクみたいなドロップハンドルつける、うん、ガチ仕様みたいな、うん、あっちの方が面白いと思う、うん、買うならあっち、うんうん、このママチャリ仕様のタンデムは別に、うん、なんだろう、ママチャリ買うわこれなら。いやいやいや、私から降りなかったって。ん、あ、そうか、蹴られるらしいよ。え、後ろから降りなあかんのか。はい、どうぞ。いや別にまたガルメと一緒やけどあ、そう、降りる順番もあるそうで、うん、後ろから降り、後ろからじゃないと、あの、うん、前の人に蹴られるんですって。あ、そうね。さあ練習はここまでにしておいて、うん、ここからは本気の走りを、うん、ロードバイク夫婦の本気のペダリングをお見せいたしましょう、うん、貧脚夫婦の、貧脚ロードリーの本気を。いいね、35キロ巡行、35キロ巡行や、うん、え、止まるよ、はい、ブレーキかけます、はい、ここだよ、ここが難しいんだよ、なかなか。ここのブレーキのかけ方が難しいんだよ、うん、いくよ、はい、せーの、はい、ランシングできんなこれ。ランシングなんかすんなよちょっと、ちょブレてきたよ。ちょっと安定しよう。これ
これさ、どうなんやろ、合わせた方がいいかな、集中力切れてる、ペダル、あ、ペダル合わせようか、合わせて、右左、右左合わせて、右左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 、あ、安定する、安定する、やっぱそこなんや、ポイント1個欠点見つけたな、これポイント、うん、ペダルの漕ぎ方を合わせると、うん、車体は安定する、うん、なるほど、バラバラやから本気で自分たちで合わせにいかんと、結局結局な、いかんってこと、うん、この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。